な、昨日俺らさ、寝る前にチラッと見ただけで分からなかったけど、昨日のオーガの枠は何だったんだ、あれ。あれ、怖かったよな、あれ。恐怖を感じ、寝る前に怖かったよな、ちょっとな。大丈夫って言うのなんかあったのかなって言ったら、チラッとしか見れんやん。そう、なんかちょっとチラッとオーガの配信終わった後に、俺らが終わった後ちょうど始めてたよな。うん、で、なんか見てみたら、なんか、すっげえ怖い音を鳴らしながら、なんか、そう、なんかもう、暗いし、音もなんか怖いし、なんかオーガの心地よい低音がなんかもう、みたいな、なんか、あれ何だったんや、あれ。俺はね、ただ、みんなに、素敵な音色を届けたかっただけなんだ。あれ、何だったんだろう。怖かったです。寝る、って、俺は本気で、ちょっと寝る前にこれ見るのやめようって契約見るのやめたもんな。怖いっつって。ハーディーガーディーっていう楽器なんだって。何それ名前のハーディーガーディー。どうもハーディーガーディー。いそうハーディーガーディー。何ハーディーガーディーって初めて聞いたしな。何これ、見してハーディーガーディー。弦楽器なんだ。あ、何これ。やりてえ、ホロスタ格付けチェック超やりたい。その時にオーガにハーディーガーディー吹いてもらおう。やってもらおう。どれがちゃんとそのオーガ咲くのか、ちゃんとしたハーディーガーディーなのか、それはあるかもしれない。見に行くからな。